皆さん、こんにちは。明治大学経営学部オープンキャンパスを担当します、古川博康と申します。私は経営学部でグローバルマーケティングを教えています。今日は経営学だとかグローバルマーケティングという専門的な観点からですね、日本人の特徴って何だろうというところに少し切り込んでみたいなというふうに思います。この動画を見ていらっしゃる方々は、日本人の方もそうでない方もいらっしゃると思うんですけれども、日本人の特徴って意外と分かってないっていう方々も多いんじゃないでしょうか。それでは早速見ていきたいと思います。まずですね、マーケティングって何なのかといったところからお話をしていきたいんですが、安いよだとか、うちの商品買ってくださいっていう売り込みをしなくてもですね、お客さんが欲しい、使いたいなと思う状況を作り出すことができるというのが、マーケティングのとても素晴らしい、優れたところです。企業にとっても売り込みをしなくてよくなりますし、お客さんも自分から欲しいと思う商品を手に取ることができるので、お客さんが満足度を高めながら、しかもより良い社会も作ることができるというのが、マーケティングのゴールとなります。では、そんな状況をどうやったら作り出すことができるかというのは、今日はちょっと簡単な形ですけど、お話をしていきます。皆さん、高校生までに学んだ 5W1H というのがありましたよね。この項目を一つずつ丁寧に洗い出していく作業。これがものすごく大事になってきます。具体的には、何のために自分たちの商品、サービスを提供しているのか。そして、誰に提供するのか。そして、いつ、何を、どこで、どのような形でお客さんに提示していくのか。こういうことを考えていくとですね、付加価値の高いお客さんが自ら手に取ってもらえるような商品を生むことができるというのが大きなポイントです。そしてこのマーケティングの主体はですね、もちろん企業や公共団体っていったところもそうですけれども、それだけじゃなくて、例えばこう政府だとか地方自治体ですね。政府や地方自治体も様々なサービスを考えますし、様々なものを施策を考えていきます。これを相手にどうやって提供していくのか、提供の仕方によってですね、やはり付加価値が大きく変わっていくということもあります。他にも最近はですね、ちょっとですね、スポーツチームですね。スポーツチームもたくさんのお客さんを集めて、そしてチームとして運営をしていくということが求められています。そのスポーツチームもどうやったらたくさんのお客さんを集めることができるか、どうやったら自分たちのスポーツをもっと魅力的に人々にアピールできるか。こういうことを考えることもマーケティングのポイントになってきますし、もう少し皆さんの身近なところで考えてみると、部活動だとかをやられている方も多いと思いますが、どうやったら新しい部員を集めることができるのか。こういうこともマーケティングの観点が考えられると、すごく効果的になってくるポイントがあるわけです。意外に身近な学問だということに皆さん気づいてほしいなというのがこの趣旨です。では、本日はこの何のために、いつ、何を、どこで、どのようにの中の誰にの部分に少しちょっと深く入っていきたいなというふうに思います。今や世の中を考えてみてください。日本の商品が日本人だけに買われるというだけではなくて、意外に日本だけにしか展開していなかった商品が海外の人から買われてしまうという状況も多く存在します。反対に、日本人の人たちが海外から入ってきた商品を使うということも多くなってきています。私も携帯電話は海外製のものを使っていたりします。この日本と海外という垣根が今まで以上に低くなってきているということを実感している人々も多いんじゃないでしょうか。自動車もそうです。今お話ししたスマートフォンもそうです。食品もそうですし、様々な分野で海外のものが日本に入ってきていますし、日本のものが海外に出ていっている状況です。このような世の中では、商品を展開する場合、サービスを展開する場合、日本人だけを知っていればいいのではなくて、海外の人と比べたときに、日本人ってどんな特徴があるのかだとか、比べたときに海外の人ってどんな人たちが多いのかだとか、よく知っておく必要があるんですね。なので、本日は世界から見た日本人の特徴といったところを、見ていきたいなという趣旨になっています。今少しお話をしてしまったところも多いんですが、売る相手によって
適切な販売方法っていうのは異なります。日本国内だけを見てみてもですね、県民性というものがあります。東京の人、北海道の人、大阪の人、広島の人、福岡の人、そして、沖縄の人、それぞれの県によって、やはり平均的な考え方だとか、あとは価値観だとかっていうものが少しずつ違っているっていうのを皆さんも少し気づいた人がいらっしゃるんじゃないでしょうか。それと同じぐらい、もしくはそれよりもこう大きなレベルでですね、国際的に世界的に見てみると、日本人と海外の人の特徴っていうものがこう大きく出てきたりするんですね。今日はいろいろな観点があるんですけれども、その一端をですね、紹介をしたいなというふうに思います。どうやったら日本人と世界の人の特徴の違いっていうものが見れるのかといったところですね。我々はこれを国民性といった観点で見ているんですけれども、その中の一つをちょっと紹介したいんですけれども、世界の12万人を調査した大規模な研究です。で、1980年代に一番最初開始したこの研究はですね、まあ、その後様々な研究が重ねられて、再検証されて、これからお話しするような形に至っているという背景を知っていただきたいなというふうに思います。そしてこの研究は学術的な観点から始まった研究なんですけれども、日本企業をはじめ世界的な様々な企業にこの研究成果は使われながらですね、人々の国によってどのような考え方が違うのかといったところの分析だとか考察に使われているということがあるということです。国によって考え方に傾向があるのかなと思った最初の人が考え始めた研究です。本日は不確実性回避といったところと、あと競争協調といったところ、そして個人主義、集団主義というこの3つの観点を皆さんにお話ししたいと思います。では早速1つずつ見ていきたいと思いますけれども、まずは不確実性回避と言われるところです。今、上のところにですね、石橋を叩きながら渡る人のイラストを持ってきたんですけれども、まさにこの人の状況を表している国民性です。簡単に一言で言い換えるとすれば、心配性指数と言ってもいいかもしれません。国によって心配性な国民と相対的にそうじゃない国民がいるということですね。もう少し厳密にお話をしていくと、上に挙げたようにですね、曖昧さや不安、人生生きてると曖昧なことたくさん出てきますし、不安なことも多いですよね。これに対してどう対処するか。これ、国によって考え方は人違うんじゃないの？と言われているところのポイントになります。これを不確実性回避と呼んでいるんですが、この左側の不確実性回避が強い場合ですね。人々はどんな行動をしていくかと言いますと、曖昧さや不安が怖いので、すぐにそれを解消しようと行動するという傾向が特徴として出てきます。また、奇抜なアイデアだとか、あとは行動だとか、こういうものをちょっとやめようよだとか、ね。あとは新しい革新に対する抵抗といったところも相対的に大きく出てくるというふうに言われています。一方で、不確実性回避の傾向が弱い場合ですね。曖昧な状況があってもですね、危険についてよくわからなくても平気であったり、あとは奇抜、革新的なアイディアや行動に対しても寛容であったりするというような特徴があります。スマートフォンが今日冒頭の一例で持ってきたので、このお話も絡めながら見ていきたいと思いますけど、皆さん普段使っているスマートフォン、ちょっと最近調子が良くない気がするだとか、ちょっと動き方が重たいなだとかっていうふうに思った人、すぐにお店に持ってって見てもらおうだとか、なんとかしてこれを解消しようというふうな思うような人たちも多くいると思います。一方で、こう、うまくこう、携帯電話動かないんですが、まあ、なんだかよく調子が悪い気がするけれど、きっと気のせいだよだとか、まだまだいけるでしょうだとか、ちょっと楽観的に見るような方々もいるわけです。今日お話をする観点は、良い悪いだとかっていうことを言うつもりは全くありません。人々の価値観、考え方の傾向ですので、それぞれいろいろな考え方をする人たちがいるよという観点で見ていただければと思いますので、今回の不確実性回避が強い人、
弱い人に関しても、それぞれの考え方の違いだというところを見ていただければと思います。そして、会議を行う場合でも特徴があるというふうに言われていまして、不確実性回避が高い人に関しては、例えば、ある人がこんな斬新なアイデアがありますと言った場合、新しいものに対して、それってどうなのかなと懐疑的に思われるような傾向が多く出てくるといったところがありますし、一方で、不確実性回避が低い人の場合は、同じ状況だっても、あ、いいねと、まずやってみようかといったような形で、新しいものに対して寛容であるような傾向があるというふうに言われています。では、ここまで聞いてきた不確実性回避の傾向、皆さん自身だったら、どのくらい高いのかなというのをちょっと想像してみていただきたいんですが、皆さん100%が最も不確実性回避が高い傾向で、0%が最も低い場合でしたら、何%か少し考えて書いてみてください。5秒ぐらい皆さんに時間を、使っていただきたいと思いますので、その5秒以内に考えてみてください。どうでしょうか？平均的な傾向ですので、日本人の中にも高い人や低い人、様々な人たちが存在しているかと思います。では、研究によって明らかにされた日本人のランキングだとか特徴っていうのを見ていきたいと思いますが、世界的に見た日本人の特徴、ランキングで見ると実はここに位置しています。世界の中では11位から13位の間にいるというところですね。これ世界的に見るとかなり高いところに位置していると思いませんか？ 1 位、2位、3位、4位、5位はギリシャ、ポルトガル、グアテマラ、ウルグアイ、ベルギー。どこにあるのかは Google マップだとかを見ながら確認してみていただきたいなと思うんですけど、このあたりの地域、国の人たちは不確実性回避の傾向が日本よりも強いということが言われています。一方で、ランクの下の方のシンガポール、ジャマイカ、デンマーク、スウェーデン、香港、このあたりの方々は、不確実性回避の傾向が相対的に低いと言われているような傾向があるわけです。日本人の世界的な位置づけを見ると、心配性指数が日本人どれくらい高いのかっていったところを把握することができるというのは面白いですよね。これは地域別に表したものです。アメリカ大陸、で、ヨーロッパ大陸も、いろいろな観点で分けられていますが、あとは中東、で、アジアという形で分けられています。この中のアジア地域を見てみると、アジアの中だけで見ると、日本が一番不確実性回避の傾向が高い、心配性な人たちが多いということが分かるわけです。この下の方の図をスクロール今できないので、次のスライドにしましたけれども、この下はこのような形になっています。アジアの中で最も不確実性回避の傾向が低いのは、シンガポール、香港、ベトナム、中国というあたりになっています。それでは2つ目。他にも研究によって国民性の違い、考え方、価値観の違いの傾向が見えてきました。その2つ目は何かというと、競争、協調と言われているところです。これは何なのかというとですね、実は仕事の目的、っていうものをいろいろ調査をしたときに、国によって結構仕事の目的、差が出てきたんですよね。例えばですね、仕事の成果として皆さん何求めますかというふうに聞いたときに、こういう項目がそれぞれあるわけです。皆さんどの項目を重要視しますか？給与も大事ですよね。他人に認められたいっていう承認、これも大事です。偉くなりたいと思う人ももちろんいるでしょう。仕事のやりがい、バリバリ仕事をしたいなと思われる方もいらっしゃると思います。そして、互いに思いやりのあるチームを作りたい。こういうようなことを目標としている人たちも多くいます。仕事内容よりも住む場所の方が大事だよねっていうふうに思うような方々も多くいるわけです。上司との良い関係構築が給与よりも大事だと思われる方もいますし、雇用の保障というものをすごく重きを置く方々もいます。全部大事なんですけれども、順位をつけるとしたら、何が一番大事かというようなお話ですね。これを見てみると、国によって差が出てきたと。それ、競争というところをすごく重視する社会では、
バリバリ働いてお金を稼ぐぞだとか、偉くなりたいだとか、競争をして社会を生き残っていきたいというふうな思いを強く持っていらっしゃる方々が多いというふうに言われています。一方で協調を志向する社会は、競争するよりも、むしろみんなと協力して思いやりのあるチームを作っていきましょうだとか、と上司といい関係性を構築しようだとか、そういうことを大事にしながらお仕事をしていくというような傾向があるというふうに言われています。歴史的に調査をしてみると、男女の役割が結構分けられてきた傾向があるというのが競争を志向する社会に共通する特徴と言われています。一方で、協調を志向する社会は相対的に昔からですね、男女の役割が曖昧な状況に、なっていたということも分かっているところがあるわけです。さあ、皆さんまた何パーセントなのかを考えてみたいと思いますが、今回は100%が競争を志向する社会で、0%が協調を志向する社会といったパターンの時に、皆さんだったら何パーセントなのか。100が競争、0が協調です。また5秒ぐらいで考えてみてください。いかがでしょうか。それでは、日本の傾向をですね、また見てみたいと思いますけれども、実はですね、日本はものすごく強い競争の社会というふうに言われています。世界ランキングで見るとトップ2に入るところになっているわけです。1位はスロバキア、2位が日本、3位ハンガリー、4位オーストリア、5位ベネズエラという形でトップ5が組まれています。一方で協調を志向する社会はスウェーデン、ノルウェー、ラトビア、オランダ、そしてデンマークというような形になっています。地域別に見てみましょう。地域別に見てみると、アジアの中でも、日本はやはりトップになっているわけですね。そして、スロバキア、ハンガリー、そしてオーストリアといったところ、このヨーロッパのところの地域の人々が、競争を志向する社会となっているわけですね。意外に地域によっても、塊が見えてくるようなところも思うところです。アジアで最も協調を志向する社会はタイというふうに言われていますし、先ほどと同じヨーロッパ圏ですけれども、北欧の地域に固まっているのが、協調を志向する社会の特徴としても挙げられるわけです。なぜこういう価値観の傾向が生まれてきているんでしょうか。これはまだ明らかになっていないところも大きいので、皆さんと一緒にこの経営学部で考えていけたらなというふうに思っています。そして今日最後にお話をするのが、個人主義と集団主義というような特徴です。こちらは聞いたことがあるような人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。個人主義を志向する社会では、個人の利益を優先する傾向があるというふうに言われています。いろいろチームで活動していても、みんなはああ言ってるけれども、私は私の考えだし、自分の考え大事にしますという形で動いていくというような特徴があります。一方で、集団主義を志向する社会では、もちろん自分の考えも大事にはするんですが、それと同じぐらい、周りの人の意見っていったところもすごく大事にするわけですね。A さんも B さんもそう言ってるし、周りがそう言ってるから正しいんじゃないかだとかっていう、物事の判断をしたり、周りに合わせて行動するといったところがあります。そして何より、集団の利益っていうものを優先して、活動する、行動するというようなところも特徴として挙げられるわけです。他にもこんな特徴があるというふうに言われています。皆さんどうでしょう？自分の生活に当てはめて考えてみていただきたいと思いますけど、個人主義の特徴の人は歩くのが早いって言われています。また、会話の中で私という言葉、単語をすごく使うという傾向もあると言われていますし、身の回りの商品見てみてください。ライフスタイル、自分を表現するような消費をしているような人たちっていうのも多いです。集団主義の人たちは何か商品を買うときに周りの情報をすごく信用しますし、会話の中でも私たちはとか僕たちはっていうような言葉を使う傾向があるというふうに言われています。あと、興味深いのは健康にあまりお金を使わないというふうなことも言われています。これも不思議ですよね。なぜでしょうか。皆さん自身で考えて、ぜひ経営学部の中でこれも一緒に考えていきたいなというふうに思います。さあ、このような特徴を持つ個人主義、そして集団主義ですが、皆さんが100%の中で何%なのかっていうのも、ちょっとこれも考えて、
書いてみていただきたいな、どうかこう空いてるところに書いてみたい、見ていただきたいなと思います。いかがでしょうか。では、また調査の結果を見てみたいと思いますが、実は日本、どこにいるか、真ん中あたりにいます。ただし、真ん中よりちょっと上といった方が適切かもしれませんね。35から37位のところにいるわけです。トップ5を見てみると、個人主義順ですので、個人主義の傾向がある国、アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、そしてハンガリー、ね、このような国々がですね、個人主義の傾向があると言われています。一方で、グアテマラ、エクアドル、パナマ、ベネズエラ、コロンビア、このような国々は集団主義の傾向が強いというふうに言われています。皆さん、日本、集団主義の傾向が強いんじゃないかなと思われてたんじゃないでしょうか。ただし、調査の結果、研究の結果を見てみると、日本はこの辺りにいるというのは少し意外に思われた方々も多いんじゃないでしょうか。世界の中で相対的に日本人の特徴を見てみると、このように傾向が見えてくるわけです。アジアの中だけで見てみるとですね、日本はどちらかというと個人主義に近いような傾向があったりもするというようなことが分かっているわけです。で、本日の内容、3つしかお話をちょっと時間の関係もありますのでできなかったんですけれども、この3つの特徴だけを見てみてもですね、日本人の特徴、傾向、見えてきました。特に不確実性回避だとか、競争の傾向が顕著に強いのが日本です。近隣諸国だとか、よく比べられる国をここに持ってきてみたんですけれども、日本、韓国、中国、アメリカ、ブラジル、スペインといったところを見てみると、かなり日本の特徴、これでも見えてきますよね。このような形で、我々は、こう、いろいろな国の人たちのことを知っていかなければなりませんし、いろいろな国の人々と組織を作って、活動していかなければならなかったりするわけです。ただ、一緒に活動していくときだとか、他の国のお客さんに商品を売っていくとき、サービスを提供していくとき、お客さんの考え方、価値観を知らなければですね、どうやって付加価値をつけていくのかっていうことも考えられません。なので、このような観点、ものすごく経営学だとか、グローバルマーケティングっていう観点においては大事だということです。本日は、世界から見た日本人の特徴を3つだけ紹介しました。実は今日紹介した3つの特徴、他にも4つのポイントが存在することが明らかになっています。注意しておいていただきたいポイントっていうのが3つあります。1つ目としては、国境と、この今回の国民性、これはちょっと文化圏と書いてしまったんですけれども、国民性は必ずしも一致するわけではないですよということです。あくまでも平均的な特徴ですので、そう、これに当てはまらないような人もいるということを知っておいていただきたいということが一つ目。そして二つ目は、このポイントだけで全てを説明しきれるわけではないですよと。あくまでも違いを生んでいる要素の一つだということも知っていただきたいということです。で、繰り返しお話をしていますが、平均的な特徴、傾向を示したものですので、平均から外れる人ももちろん世の中にいるということも抑えておかなければならないということです。人々、人間の考え方は人それぞれです。十人十色と言われている言葉があります。その通り、世界でいろいろな考え方、価値観を持つような人たちがいるんですけれども、ただし、国や地域によってその傾向は存在しているということが明らかになっているところです。他人を知る、他の国の人々のことを知るということは、皆さん自身を知るということでもあります。このように経営学だとか、グローバルマーケティングということを学びながら、皆さん自身のことも知ってほしいなというふうに思っています。最後、経営学を学ぶということはどういうことかということのお話でまとめたいと思いますが、私の試験ですけれども、皆さんの世界の見え方が変わります。今日この30分弱でさえ、皆さんの世界の見え方少し変わったんじゃないでしょうか。自分自身や相手についてもさらに知ることができる素敵な学問です。今日は人々が持つ考え方の傾向といったところで日本人の特徴を見てきましたけれども、これを深く理解することが現代の経営やマーケティングにおいてもものすごく重要です。それではこれで本日のオープンキャンパスの模擬講義を終わりたいと思います。